というわけで、はい、こう何来た、こちら高円寺の超かわいいお店、かわいい、ちょっとドアちっちゃい、ハティフナットよ。こちらね、この小さいドアをくぐって子供に帰るっていう意味があるらしいわよ。行っちゃいましょう。屋根裏といった雰囲気ですね。できれば女の子とデートで来たかったですけど、お互い様ではさ俺もそうだわ、アラフォーのおじさん2人でここにいるのか分かんねえよ。でもこちらね、なんか美味しそうなねスイーツも充実してるということで、はい、はい、肉食った後はスイーツでバランス取ってみたいと思います。はい、注文はこちらのインターホンにて注文します。じゃあ押すわよ、はい、ポチッとブリブリ注文からブリやめてくださいよ。はい、かぼちゃくんちのモンブランとアイスティー、そしてプリンのかくれんぼと紅茶ポットお願いします。はい、こちらアイスティーね、こう意味なくこう広がってる感じがかわいい。そしてハティフナットのコースターかわいい。やだー、かわいい。これがプリンがかくれんぼ、うん、かわいい。この生クリームの中にプリンが隠れてる。ちょっとちょっと見ちゃう、隠れてるとこいいの、うん、見つけちゃう。はい、やだ見つけた、かわいい。そしてこちらがかぼちゃくんちのモンブラン。これはもう本当に40前のおじさんが食べていい食べ物じゃないですか。我に返ったら負けだからね、こういう負けで。サクですよ、うん、このかぼちゃの自然な甘みと中にこの洋梨ですかね、このブロック状のこう梨が入ってて食感でも楽しめますね。うまっ、これ冷たくて美味しい。うまいな、ステーキでお腹いっぱいだったんですけど、これいくらでも食えますね。これ食えばそうだね、うん、忘れてたステーキのこと。この雰囲気で浄化されたね、体が。そうですね、デトックス効果もあるのかな、これ。はい、というわけでこちら完食です。最高のお店でしたね、まあ、そうですね、なんか子供心に戻れる、ちょっとそうですね、心が浄化されるカフェでしたね、はい、じゃあ、はじめさん、この後、はい、牛丼食いに行きましょう。